7節名古屋戦で得点を決めた名古屋、金子が入りました。さあパス、その金子、佐藤金子のホットラインが決まりました。変わって入って1分2分も経たないようなこの短い時間のうちに大仕事をやっておきました。金子今シーズン2点目、前回の名古屋戦に続いて名古屋戦キラー金子が2点目ですね。素晴らしいボールをゲットしました。いやでもこれね、佐藤がうまかったですよ。このしっかりと止めて、このアシストは素晴らしかったですね。佐藤はちょっと泉がつききれなかったですかね。いやでもね、テクニックだと思いますよ。あ、そうですか。相手から離れたところでこう、まず佐藤ですね、リブからの。でも金子はフリーなのでしょうがないんですけど、その前の佐藤ですよね。そうですね、青木だったですね、ついてきたのがね。